どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスパート2やっていきたいと思います。さて、オーウェンを追って水族館に向かうということで、あそこだね。観覧車が見えるね。やっていきたいと思います。まあ、軍の規律違反をして、探しに行くという感じかな。で、一応全あ、はいはいはい、コントローラーがひどかったんでね、ちょっといじくりました。うん、巡回いるし、絶対見つかる。突っ切ってく。ここから西だよね。太陽を追いかければいい。俺も行く。初めてじゃないし。けどスカーだらけだろ。マニー、お願い。そうかよ、好きにしろ。でね、あ、すげえ、コントローラーある。プレステ3かな？ラスアス1でもしてたかな？調べたのよ、いろいろ。前回まですごくバグがすごかったんで、バグっていうか、打てないっていう動作があったんで、調べたら、あれ、バグらしいっす。ははははは。あれバグなのよ。マジびっくりしたんだけど。ね、一応コントローラーもちょっと気になったんで、改造してっていうか分解していじったんだけど、まあね、今日もどうなるか。バグだったらまた発生するんじゃないかなと。まあでもこっから先は来ないんじゃない、いくらなんでも。いいぞ、来い。そうだよね。それじゃあ行ってくるね。見つけても殴ったりすんなよ。努力する。マジでさ、気をつけていけよ。またね。よし、とにかく夕日を目指す。さあやっていきましょう。敵地だね。いやー、てかさ、マニーいい感じだよね、キャラ的にね。ああいうの好きやな。まあモテる理由がそこだろうね。あ、まあ柔軟だよね。見聞きした感じだとね、結構柔軟な感じだし、冗談言うしね。コミュニケーション能力がめちゃくちゃ高そうな感じはするから、まあそれが口説きに生きてるんだろう。もう戦闘は避けられない感じかな。で、アビーの方はさ、隠密ができなくないんだけど、ナイフ必須なんだよね。何の匂い？ほんと、何の匂いなんだろうね。聞き耳。明瞭さは欲しいね。これ難易度上がると使えないらしいけどね、聞き耳ね。ああ、スカーのあれか、信者か。信者の家か。いや、でもモデルさんっぽいよね。似てる感じがしたけど。あっちか。そんな銃撃することあるっていうぐらいめちゃくちゃ撃つよね、あいつらね。これ後ろ何かない？ない。開けれないもんな。多分ここも入れないから、なんかある。これ回る？だよね。まあそうだよね。
これか。ああ布、布作っておこう。あとは多分これいけんのもね。ってことは左のあの上だね。一回室内通っていく感じか。今なんか音がした。へえ、いいね。さあコインゲット。ノースダコタ、この州のコインって本当にあるのかな。あったらあったでね、気になるけど。左を行く感じか。まあ胞子は飛んでないから大丈夫そうな気はするんだけど、ライトが消せないのが嫌だ。うわやばいやばいやべやべやべ、ナイフナイフ、よし。やった。はあ、幸先いい。ちょっと待って。普通にびっくりしたわ。うわーって言ったもんね。咳が止まらんことならこんなんしょ。で、また通るんでしょ。ってことは、さっきの発砲だったりは、あれか、感染者がいたのか。いや、ハサミっていうかナイフめっちゃ重要よ。なんか救われるシーンが多くなる可能性はあるね。ナイフの工作は、とりあえずこれ取って、息を止めるは欲しいね。で、あとここガッて上げる感じでいこうか。いや、マジで心臓悪かったなぁ。いや、ラスアスね、あれなんだよね、バイオとかと違ってめちゃくちゃそういえばうわっていうことが多い気がする。地獄へ導きますって。こんなすぐ近くにいたなんて。ああ、確かにね、スカーが信者がめちゃくちゃ近いってことだよね。あのお方の導きを。地獄ね。この先導者は一体何なんだろうね。上はいけない。またYeah.
待って、三体いるね。うわこれ混戦は免れれない気が。ナイフもそのための保険って感じだもんね。ステルスキル一発かまして、サプレッサーねえのがきついな。移動しろ。えい。うわーまだいたかー。理由はね、今フリッカーがそこいんのよ。ナイフで一瞬で仕留めないとこっちがやられるだよね。ナイフしかないよね。いやー全部倒した。いやーマジか、全部倒したけど倒したよね。テープないからナイフ作れないんだよね。ハサミが結構貴重だからさ、後々で、テープも似たような感じで貴重になってくるから。お、なんかある。テープは、テープはないの。ちょっと待った、今あったね。これでハサミの回収ができるから。うわー、サプレッサー、これサプレッサー作んないといかんね。やっぱね、弓矢もさ、すごく貴重で使いづらかったなーって印象あったけど、アビーもそこは変わらずって感じだね。さあ物資は、オッケーかな。よし、ハサミ回収いきますか。そこ乗り越えてって感じだね。コインは落ちてない。わざとらしい策だよね。あっち行く感じ、感じだよね。そうだよね。こっちは？いや、正解ってわけではないけど、
なんだろう。あーちょっと物資ありますよっていう感じだね。いやーアビーどうなっていくんだろうね。まあエリーのところまでは無事来れてた感じだけど、やべ、普通に壊したけどよかったちょっと不用心だったね。フリッカーとか感染者がめっちゃいるのに。ああま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 あ仕方ない。でねー、聞き耳範囲を上げるかちょっと悩むけど、さあねー、ナイフ欲しいんだよなー。おーおーおー、どんなジャンプ。ないね。そうそう、意外とねこの中に物資入ってるからね。割らないと反応しないから見落とすよね。お、金庫？知らん。その金庫の番号は知らんな。それっぽいヒントあったっけ？ないよね。だってメモ自体がさ、まだそんなパスワードっていうかそういう書類は出てきてないからね。いや気になるな。あれホルスター系入ってたら最悪だけど。ダメか、さすがにあかんか。なんだろう、中華っぽい日本かな。わ、いやでも、あ、道これ道ってで、あの道ちょっとね、ド忘れして出てこなかったけど、進めばわかるだっけあの猪木さんのやつじゃないかな。でも竜だしな、ここらへん。おう、いやなんか中国っぽい感じがするな。最悪、邪魔しないで。またフリッカーいんのか。音立てなければ（笑）やれるはずなんだけど。そんな死なない？ま、こんなもんかな。2匹か、キリなさすぎ。ほんとキリねえな。いや隠密しづれえな。
いや、隠密する気がないと言って、だって隠密する気ねえな。今もう布っていうか サプレッサーぶっ壊れたもんね。3発あーそっか、改良版じゃないから3発なのか、エリーと違って。それはちょっと辛いな。金庫に関するやつはない？ないか。うっそー。あ、ちょ。まあ理想としては瓶投げて音立ててから、後ろから取るっていうのが一番理想では理想だよね。違うところに集中させて、なぜしなかったのかっていうと、ただ思いつかなかっただけ。マジ思いつかないからな、やってる最中。はい、違う、なんで今ちょっと右にそれる。めっちゃ不思議なジャンプするの。これね、あと何回入るかな。別にはしごがあるわけじゃないからね。あ、やっとまっすぐ行った。上はいけるけど、あー、パスワード書いてある。689689。よし、回収しに行こう。多分鍵が開けれるんじゃないかな。降りれるね。先に上行くか。あー、抜ける。じゃあ下だね。これは何だろう。なんだろうこれ。アンチャーテッドに出てきそうな感じはしてるけど。え、これは無理。うえ、なんでいるねん。ざまみろ。いやー、綺麗に待ち伏せされたなー。とりあえず通って、で、金庫隣だっけ。いやー、でもあれだね、なかなか用心してても、あ、ちゃ言われるもんね。689689689689。6896。やったね。やったね。あー、サバイバルガイド。あー、それが来たか。格闘術だね。これ近接強くなるんじゃない？奮起。敵を急所攻撃で倒した後、短い間次の近接攻撃も急所攻撃になると。あー、ブレがここに来る。
あーこれここ上げた方がいいね。外区作ってブレ、そうだね、移動打ちがね意外とねこうやるんだけど、意外とねブレるのよね。まあ止まって打てば問題はないんだけど、止まって打つことがそんなにないんで、アビー編は特にだろうね。いや、はー、医療型欲しいな。医療てか改良型ね。わー、ショットガン。使えそう。しかも弾も入ってた。あ、2連ね。バーンバーン。ダブルショットガンだね。まあ、ショットガンは相変わらず改造はしなくていいんで。あれ？びっくりしたー。かなり散らかしちゃった。上から来た今。しかも散らかしちゃったって、なんか綺麗に倒れてるけどね。まとまって、あ、奥か、拾えない。おう、あ、ここ無視していったらショットガン手に入らないわけか。それとも、うん、抜けてきたのか。わあ、なんか中華街、中華街か。またここに舞い戻ってくるんだ。この前片付けなかった？開くんだ。うーわー、同じ反応。どうか私に応対くださいと。無理なお願いかもしれませんですが、まず望まずにいられないのです。ウルフが己の身勝手さを捨て去り、戦いをやめるようあなたの洞察力 H と愛を借りるに お与えください。平和が欲しい。簡単、島にこもってな。まあ敵対してるからね。上行って抜けれる感じだね。おお。うわ、嫌だな。なんで急に弾がこんなん手に入る？右のあそこ行ってから回収してからもう一回ここ来ようか。なんかそんな嫌な感じがする。ああ違う違う違う。いやーてかさ、あんなに弾が手に入るときって大体出てくるとき。また招き猫。へえ、キャム手紙ありがとう、助かったよ、早く会いたい。お守りしてるんだ。小森ね。アイザック、あんたのせいで今じゃ変人が殉教者扱いだよ。ああ、そういうことね。まあ異端者は全部って感じなんだ。アイザックもアイザックで。よし、なかなかやね。
これは、ホルダー代わりにするのかな。だね。うん、意外とショットガンの弾ね。バール、バール 1,2,3,4,5 パイプも5か。まあ好みの近接って感じだろうけど、はあ、じゃあ上行きますか。なんか武器が改造できるとかそういう感じではなかったもんね。意外とね武器の改造できないんだよな。暗くなってきた。暗くなってきたか。1日目が終わり迎えるか。登れないよね。登れそうで登れなかったね。こっち行ってポンと飛んで、これ違うでしょ。あれ、いや俺がルート間違えたか。ここ普通に降りる感じ。あーそうだね。うわー嫌だな。次スカーかな出るの。嫌だねー。よし、とりあえず1話目はここで終了しようか。まだまだ先長いからね。ということで、動画を見てる方はここまで、ノーカット版のメンバー限定を見てる方は引き続きやっていきたいと思います。ということでここでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。